めっちゃ、そんなことないか、すごいオレンジっぽいと思った。帰ってきました。この2日間がね、すごい充実してて、昨日はサイコパスの映画劇場版サイコパス見に行ってきました。レイトショーで1人、もうめっちゃ1人で、なんか水曜日やから人多いかなと思ったんですけど、どうしても人が多い時が嫌で、でタイミング見計らって、そしたらレイトショーやったら結構空きが出てたから今やと思って行ってきて、んで一人映画をね存分に楽しみました。レシート整理して、んで今日はいつもお世話になっている美容師さん、よくね動画撮らせていただいている美容師さんと一緒にムビナナのデイワンの応援上映行ってきました。ここにね金ブレが2本だけなんですけどあります。ちゃんと今回1人7本までかな、持って OK みたいな感じで、私はとりあえず2本だけ持っていきました。電池も変えたてなんですごいね明るい。そう、ほんで昨日感動したのが、ちょっと待って、なんか今喋りたいことが多すぎて、まずちょっと伝わるかな、この色、夏のなんか湿気とか雨とかですごい、ここがいつも目のシワで寄れるんよな。これミキポンさんのカラコン気をしてるので、ちゃんと今日こそ、この前読書の時も違うカラコン、ミキポンさんの違うカラーのカラコンつけてて撮ろうと思ったけど、結局ちょっとバタバタして撮り忘れてたから。あ、そう、ね、前回普通にバストフェローズっていうゲームがあって、その中でピザを注文するシーンがねあるんですよ。でそれ再現するのプラス、あと自分への今年のなんかちょっとした誕生日プレゼントと思って、自分が気に入ったやつをサンリオでクッションなんですけど買ってやってたら、誕生日、数日早めの誕生日って書いてたんですけど、すごい誤解させてしまって、誕生日おめでとうございますって早々に言ってくださった方いて嬉しいなと思いつつ、そう、日にち違う申し訳ないと思いながらも、誕生日まであと何時間、1時間半ぐらい、誕生日がね6月9日なんで、一人でのんびり、別に誕生日やからどうってことなく、自分へのなんかキャラの誕生日とかやったらなんかこれ作ろうみたいな工具作るけど、自分にあんま興味がない、そういう面で、だから普通にまあちょっとなんか作るのめんどくさいってなったらスーパーとかに買いに行ってお弁当とかでいいかなってぐらい、そんな感じです。自分の誕生日はヘルベチカの
くした。これはね、今日その一緒にムビナナ見に行った、ムビナナ見に、ムビナ、ムビ、ムビナナってめっちゃ言いにくいな、ムビナナを一緒にね見に行った歯医者さん、その美容師さんと会う前に買ってきました。でその美容師さんとブツブツ交換して、私もねカードとかぬいぐるみ、その美容師さんの推しの渡したり、で私はねこちらいただきました。またスマホ裏に入れさせていただこうと思います。バイナナの推しヤマトさんをここに入れていきました。デイ2も絶対行こうと思って、応援上映じゃないやつを見に行く可能性の方が高いです。でもとりあえずデイ1見たからデイ2も見たいなって感じ。サイコパスすごいヤバかった。じゃあサイコパスの映画のねグッズがあるんですけど、日向川くんと、まあ、日向川くんのは絶対ゲットしたいと思ってる。でギノさんの2人のアクスタはね、でもあかねちゃん、あかねちゃん譲れんよな。3人欲張りすぎか、3人のアクスタを絶対に買いたい。でも今日帰りにね何軒か映画館寄ってきたんですけど、なんで開けたんやろ今これ、寄ってきたけどやっぱりどこも売り切れでした。まあ、とりあえず一旦はねこのヘルベチカパスタフェももう一応 100% 攻略はして終わってるんですけど、まだ余韻で何回かねスチル見直したりって感じです。レシート直してこよう。これさっき言ってたミキポンさんのカラコン、チューリップが目印のこれを今日はつけてました。どの色も可愛い。あと今日はさね、前に展示会行った時に注文してたグッズが届いたんで、せっかくやから今開封しようかなって思います。インスタのね投稿には投稿したんですけど、あの福山涼子先生っていうあの漫画家さんがね、花と夢とかで連載されてる漫画家さんがいらっしゃるんですけど、その先生の連載20周年企画展みたいな福山涼子展っていうのをやってて、でそこでこれはあの何その時なかったのかな、あった、どうや、とりあえずこれはコンプリートのやつで、トレーディングインスタントフォト風カード全8種類、これとあとトレーディング缶バッジ、こっちが脳殺ジャンキーのみのトレーディングカードで、これはなんかその福山涼子先生の作品数作品の中からどれか一つって感じの、これをね注文しました。原画店行ったんですけど、すっごいグッズでめちゃくちゃ並んで、だからちょっとあのもう一回並び直すのめんどくさいからと思って、だから並んでてグッズがあってまだ残ってて、で取れるのだけ取って買ってって感じで、だからここら辺はねその時グッズのところに品出し追加補充されてなかったか、もう取りに行くのめんどくさいわってなって並び直す、並ぶのがすごい並んでたから、それでねネットで買いました。あとは残り8月に届くんかな。じゃん、あ可愛い、これモノクロ少年少女のねこの主人公のヒロインの女の子なんですけど、この子の缶バッジ当たりました。基本的にあのノーサスジャンキーのグッズを買ってたんですよ。これも2つ買ってたから、これ全8種類やけど6種類が持ってないだけ、あとの2種類は被るっていう感じ。めちゃくちゃね可愛いんですよ。よし、これ開けていきます。スマホ裏にもね入るサイズです。ハロウィン？かわいい。もうほんまにどれもかわいい。海中。一番欲しいやつがね、私どれやったっけな。あ、そう、これ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 。これが一番欲しかった。これは自分でその、原画店行った時に2個だけ買ったんですよ。レジで言うシステムやったかな、その時。2個だけ買って、で、これは出なかった。はい。あ、かわいい。もうどれもすごい懐かしい。結構ね頻繁に読み返したりしてるんですよ。この作品は東京の家に漫画を置いてて、大阪にも置いてるか、電子も。4枚目、はい。あ、これ持ってるやつかな。え、分からへん、なんか絵柄見すぎてて、え、これあ違うか、これ持ってない、制服のすごいあの大人びた2人、最終話とかの2人と、あと何や、うん、これやったかな。今日の朝までねここに福山涼子先生のその入場特典のカード入れてたんですけど、今日は映画見に行くからと思って山さんにちょうど変えたとかやって、あ、これや、違う、これ出てなかった。こっちは
今回初これとまだ出てない制服のやつがすでにね持ってるものです。このためにスマホを8台持ちたいぐらい。はい、あ、これこのね成長した2人、この2枚が持ってます。ウェアハウスカードぐらいのサイズなんかな、これは。はい、あー、かわいい。このね、こいいな、いいな。あー、これも好きやった、すごい懐かしい。そう、こんな感じです。かわいい。今日ムビだな、見終わってその美容師さんとね一緒に喋ってて思ったんやけど、ほんまにいい時ってよかったとか表現力失うなと思った。このフォト風カードも全部またスリーブに入れて気分でスマホ裏に入れていきます。かわいい。恋に無駄口がね、私途中までしかまだ変えてないんですよ。覆面系ノイズまでは発売したらすぐ変えてたんですけど、また買ってこないと。あとはこれ、スマホの今別に張り替えんでいいやろっていう感じなんですけど、わかるかな、これね、この前100均で買ったんですけど、もともとここがなんか浮いてて、で気泡すら抜けないんですよ。袋を出した時からはこういうのがあって、貼ったら治るんかなと思ったけど全然治らんかって、さすがにね、あの内カメ、インカメラの時に支障が出てたので、ほんまに買ったばっかりなんやけど、もう一回貼り替えます。で今回は100均じゃなくて、これどこ、なんか池袋のサンキューマートの前のお店の雑貨屋さんみたいなところで買いました。あ、でもこっちの方がすごい薄いな。こっちの方が分厚かったけど、でもしゃあない。もともとこれやったから。これは裏表、スマホの裏表にあるみたいなんですけど。いや、今回こそ何事もなく。買い替えた理由がね、なんかこれ、ほんまに13のやつかな、この。こんなもん。すごい小さく思う。前に貼ってたやつは、なんでかこのね、シーンで買ったスマホケースに入れたら、絶対右下だけ浮いてたんですよ。他のスマホケースやっていけてたのに。んで、それで変えようと思って。もともとそのね、このフィルム自体も、100均で買ってたやつやから、まあ、スマホケース変えるよりかはいいかと思って。まさか画面シールで悩まされるとは。2ってやつ剥がしたら、全部剥がれてくるんやけど。いけた。剥がれる。よし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 、来た。でも剥がすときにここまた浮いた。うそー、めっちゃ下手。今回ね、モズが、いや、なんかシーズン1の時も別にモズ好きやったけど、今回でちょっとすごい自分の中での好感度が上がった。もうその理由を、ちょっとネタバレになるから言われへんけど、推しはヘルベチカで変わりなく。確か身長180もなかったはずなんですよ。177、8とかそんぐらいやった気がする。すごい顔ちっちゃない。だから頭身すごいもん。なんかすごい世界観バラバラすぎるけど。暑くはないけど湿気でベタベタして気持ち悪いから、お風呂入っていつの間にか誕生日になっていることでしょう。